2020年11月2日月曜日の木村よしこの気になる銘柄です。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。また1万人のご登録をいただきまして、本当に心より御礼申し上げます。励みになっております。時々ですね、見てくださっている皆様も、毎日楽しみに見てくださっている皆様も、ぜひですね、これからも皆様の資産形成に役立てるような内容でお届けしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。いつも顔出ししてですね、お話ししたいなと思うんですけども、こうレジュメを作ってますとですね、もう鬼の形相になってるんですね。般若のような顔になってるんですね。それで大急ぎで化粧して出ていくとですね、もう本当に恐ろしい顔になってるんですよね。なので、こちら、このにゃんこちゃんみたいに可愛らしい顔だといいんですけれども、なかなかですね、こう化粧してデジメ作った後出ても恐ろしい般若みたいな顔になってしまうので、どうしても動画の中で顔出しする機会が少ないんですけども、これからも余裕を持ってですね、お届けできるようにしてまいりたいと思います。それではぜひこれからも続けてご覧ください。今日の内容はこんなお話です。2020年11月2日月曜日の木村よしこの気になる銘柄です。ただいまの収録時刻は当日の9時9分ですね。さて、今日のテーマは円高に備えよと題しましてお送りいたします。そしてですね、まあこの動画の中でどうしてその円高に備えなければいけないのかということを考えていくために、円高と株価の関係、そして基本構造を理解しておこうということを据えましてお話を進めていきたいと思います。まあお詳しい方にとりましては釈迦に説法なんですけれども、まあ、昨今ですね、投資を始めたばかりという方も中にはいらっしゃるかなと思うので、ご一緒にどうしてこの円高に備えなければいけないのかということについて、円高と株価の関係に主眼を置いてですね、お話を進めていきたいと思います。さて、為替のポイントなんですけれども、円高ドル安、これは円資産をドル資産に変えると為替差益になりますよね。例えば日本株を売却しドル転をした場合は、私たちが円安で嬉しいと感じると同じように、ドル資産を持っている方にとってみると、日本株を売却してドル転して、ああよかったな、儲かったっていう感覚がより増すと思うんですね。例えば10月15日前後に外国人投資家たちが東証マザーズ株をがっぽり儲けて売りました。そしてそれをドル転すればですね、儲かった上に為替差益が得られるという状況ですよね。そして今度逆に円安ドル高、これドルを持ってる人からするとですね、ドルで円資産を購入するときに割安になりますよね。今の例で言いますと、東証マザーズ銘柄を売った、自国でドル転した、そしてそのドル転で、潤った。そして見てるうちに円安ドル高になってきた。そうすると強いドルで安い円資産を買えるわけなので、例えば、東京オリンピックを目指して、丸の内周辺にはもう立派なビルがいっぱい建ってます。それが今リモートワーク中心となってテナントがどんどん出ていってる状況なんですね。そうするとやっぱ不動産価格に影響が出ると思うんですね。その安くなった丸の内界隈の日本の立派なビルを強いドルで買えば、これ大変資産効果高いと思うんですよね。なので、まあ為替のポイントはこういうところを株式市場と兼ね合わせて考えていきたいなということなんですね。で、日本がインバウンドを推進した際の為替を見ていきたいと思います。2012年ですね、12月26日、安倍総理が、内閣総理大臣になられまして、そこから一気に円安となりました。2013年3月20日、日銀に黒田総裁が就任されましたら、その後バズーカ砲をどんどん打ってですね、その後、東京オリンピックが決まりましたので、インバウンドが嫌が応にも盛り上がりましたよね。そして折からの円安効果で、外国人にとってみるととてもですね、日本に旅行するのが割安感満載で、いい選択に移ったわけですね。そして現状ですけども、それが収束しまして、今なだらかな円高方向を目指していってるように見えないでしょうか。
私にはもうちょっと円高が進むように見えてならないんですね。そしてですね、この周期的にもね、1年、2年、3年で転換して、1年、2年、3年、また転換して、1年、2年、3年。ここはちょっと5年ほどかかってるんですけどね。3年、4年、5年。そしてですね、1年、2年、3年転換、1年、2年、3年、4年、5年だから、ぼつぼつですね、この5年の時の転換に近い形でですね、円高方向に行っちゃうんじゃないかなと、まあ思ってるわけなんですね。そうしましてですね、外国人にとっての円安ドル高を考えてみたいと思うんですけれども、まあインバウンドの例を思い出していただきますと、日本価格1万円のホテル代金、1ドル100円ですと100ドルが必要ですよね。でも1ドル120円なら83ドル必要でですね、まあ 17% ディスカウントしてもらってるような感じですよね。日本への旅行や日本製品購入に意欲が持てやすい。まあこれをですね、今インバウンドが期待できにくいので、GoTo Eat とか GoTo トラベルでやろうとしてるわけですね。割引をして、どんどん旅行してもらおうということをやってるわけですね。外国人であろうと、GoTo Eat、GoTo トラベルであろうと、ディスカウントをされると、同期旅行したいとか、製品を購入しよう。美味しいもの食べようという意欲が持てやすいですよね。そしてですね、逆の場合、外国人にとっての円高はですね、日本価格1万円のホテル代金は、1ドル100円なら100ドル必要、1ドル80円なら125ドル必要ですから、日本への旅行や日本製品購入には割高感となってしまうということなんですね。さて、ドル使用国内でのドル安円高の状況を考えてみたいと思います。まず自国製品が10ドルで、作れて売れるとします。で、わざわざですね、円高、例えば日本の製品をですね、輸入する動機は減退しますよね。高い製品 になりますからね。アメリカ国内で日本のものを輸入すると、自国製品が10ドルなのに、先ほどの例で見ていただきましても、ホテルの例で見ていただきましてもわかりますように、例えば 12.5 ドルで売るような状況ですね。そうすると自国製品10ドルなんですから、こちらの方が価格競争力があるという状況ですね。そして、日本企業と株価の関係を見てみますと、まあこうした外国での状況が続きますと輸出の減少になりまして、まあなんとか売るためには取引価格の値下げをしなければいけなくなります。そうすると利益が減りますよね。輸出株の利益に影響するということは、一株純利益が減りますので、一株純利益は配当の原資ですから、やはりこの投資家にとってみると、あ、円高が進んでしまうと、輸出関連株の配当が減るなということにスイッチ入るわけですね。そうしますと、日経平均株価の採用銘柄225社のうち、機械が10社、電気が27社、自動車が10社、精密5社、合計57社はですね、まあ、輸出関連株と位置づけることができると思います。で、これは225社のうち全体の 25% に相当しますので、やはりですね、円高が続くということは株価に響いてくる。なので、円高に備えなければいけないというふうに思うんですね。で、今般ですね、大統領選挙の何か数字、予測数字、いろんなものが出てきてるんですけれども、トランプが逆転して勝つんだという意見もあればですね、なんとバイデンさんの勝率を AI 予測で 98% としている、かつてからずっと当ててきた、そうした会社の調査結果も出てますので、私は思いのほか円高場面があるんじゃないかというふうに身構えてるんですね。従いましてですね、まあこの円安が嬉しい資産をお持ちの方はですね、ここはぐっと我慢しなければいけないところじゃないかなというふうに思いますね。まあ、為替は3年ないし5年で転換を迎えやすいですので、まあ、辛抱する期間を大体これで目算していただくといいと思うんですが、ちょっとですね、円高に備えなければいけない場面が来ているのではないかなというふうに思います。さて、マザーズ銘柄でがっぽり儲かったとか、利益確定でですね、手元資金が潤沢という方は、ぜひですね、時に円高に強い銘柄にも
目を向けていただければと思いますね。そうしますと、思いがけない為替波乱の時に心強い資産となってくれると思います。例えば円高に強い銘柄としましては東京ガスがあると思います。まあ本来ですとね、電力株も上げたいところなんですけれども、まあ電力株は様々ですね、本来の経営とは違う面で苦しんでらっしゃいますので、東京ガス、ガス株に注目してみました。東京ガス、こちらですね、60円配当で PBR、資産と株価の関係を示す PBR、0.9 倍、1倍割れをしておりますね。金曜日の引け値は2366円となっております。まあ、大阪に住まれている方は、大阪ガスという視線があるかもしれませんね。円高に強い銘柄、2番目は大阪ガス9532ですね。まあ、都構想が頓挫したということで、まあ、大阪、何かと注目が集まっておりますけれども、大阪ガス9532、円高に強い銘柄というふうにして捉えて、検討をしていきたいところですね。まあ、連結ベースで若干下方修正ありましたけれども、50円配当が一定期間続いている銘柄ですね。こちらも PBR が 0.8 倍、割安感がある銘柄だと思います。そうしまして、江南商事もですね、円高に強い銘柄群です。7516ですね。江南商事の PBR はですね、1倍、そして PR 連結予想ベースで 6.9 倍ですから、利益に対しまして株価が割安という状況ですね。そうしまして持ってる資産に対しましても、割安感があると思います。配当は58円に増額予定ですね。そうしまして、売上も、この今般のコロナ騒動で広いお家を求めるですとか、背景にいろんなものが移りたくないという需要があってですね、ホームセンターに行かれる機会が増えているという方が多いですね。この売上も増えております。株価の足取りはですね、先行して上げてきまして、2回、顔合わせの高値がありました。で、今、調整中ですけども、まあ、反発しながら、どこかでですね、この上げてきた調整を、消化しなければいけない、そういう足取りが続くと思いますので、慌てなくてもいいと思うんですけど、3500円以下があったらね、ちょっと注目してみたいなというふうに思いますね。そして円高に強い銘柄2871の日例があると思います。この足取りはですね、どこでこのコツンとこういうね、コツンと反発に転じるかわからない、そういう足取りですので、打診買いでですね、買い下がっていくっていう、そういう買い方がいいと思います。まあ買ってみて、また下がったらもう一つ買ってみるっていうような、そういう私は投資タイミングではないかなというふうに思うんですね。まあ、ここがコツンと反転する安値かもしれませんけれども、もうちょっと調整があるかもしれないので、打診買いで一つ買って、もう安値がもう一回あったら、もう一つ買ってみるという、そんな投資がいいかなと思ってます。44円配当で、そして、一株純利益連結ベースで142円。まあ、前期と比べて若干、前々期とも若干遜色ありますけども、まあ面白いんじゃないかなというふうに思います。PR が 18.4 倍、PBR が2倍ですね。配当が44円予定ということでございます。さて、円高に強い銘柄、もうちょっとこう、値段的におとなしいものがないかなということなんですけども、エンカレッジ、3682、エンカレッジにも注目してみたいと思います。ここはですね、まだ一株純利益がですね、ちょっと不安定なんですよね。配当も25円と比べると、ちょっとまだね、おとなしい数字です。18円ですね。なので、全力買いは私はする銘柄ではないと思うんですけれども、まあ、855円なので、これもまあ、打診買いの域を出ないんですが、やってる内容はですね、システムリスクとヒューマンリスクの管理ソリューションを提供。例えばまあ、会社でなんかシステムトラブルがあったり、それから人材ですね、人が何かしたことによって何か損害が出た時に備えて、いろいろなシステムリスク、ヒューマンリスクに備えて、インターネットセキュリティ関連の提供していくという会社ですね、エンカレッジ。お得意様にはですね、金融機関が多いということなので、まあ今般のその地銀再編の動きですとか、
そうしたものでまた組み替えていきましょうという商売ができればですね、この会社の配当もかつての25円を目指せるのではないかなと思いますね。まあ今全力買いをする段階ではないと思いますので、こちらも855円どころのこのチャートの足取り、10月27日には700円台がありましたんで、その近辺で打診買いの銘柄かなというふうに思います。さていかがでしたか。木村よし子の気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また月の初めの1日正午には月刊木村よし子、そして月に2回木村よし子の経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。